ギノザ村営野球場は沖縄県国上郡ギノザ村のギノザ村総合運動公園内にある野球場。ギノザ村が運営管理を行っている。2003年より NPB 阪神タイガースが一軍春季キャンプの拠点として使用している。沖縄県内でホテル事業を展開しているカリウが命名権を取得したことにより2018年1月1日から カリウシホテルズボールパークギノザの名称を用いている。1998年から2002年まで日本ハムファイターズがギノザ村にて二軍春季キャンプを実施していた。しかし、当時のギノザ村は二軍のキャンプ地としてではメディアの露出が見込めないとして新たにた球団の一軍キャンプの招致を検討していた。一方、当時高知県の秋市でキャンプを行っていた阪神タイガースは かねてからより温暖な気候の下で春季キャンプを実施したいという意向を持っており沖縄県内でのキャンプ実施を模索していたこのような阪神側の事情を知ったギノザ村は日本ハムの二軍キャンプ実施を断りに二軍キャンプ地を移転地元行政や村民を巻き込んでの積極的な誘致活動を行った結果2003年にはギノザで 阪神の一軍春季キャンプが実施されることが決定した。2006年多目的屋内施設としてギノザドームが完成。2009年2月11日の阪神対日本ハム練習試合では通常練習では開放しない外野芝布席にも観客を入れ公式戦、オープン戦並みの賑わいを見せた。2011年2月18日から28日まで。 阪神の一時キャンプ終了後、二時キャンプ地として、韓国プロ野球ハンファイーグルスが利用した。2014年、バックスクリーンのスコアボードをパネル式から LED 電光式に改修。2015年、1.3塁側の芝布石が座席に改修された。この際、合わせてガイアフェンスのラバー張り替えも行った。2019年、ギノザ多目的スポーツ施設が新設され、 以前まで屋外にあったブルペン、プレハブ施設であったトレーニングルーム、簡易テントであった当主の待機場所などが新たに屋内施設として内包された2階建ての鉄筋コンクリート作りの多目的施設となった。総工費は5億4千万円。二千十七年十二月十八日、那覇市に本社を置くカリウが命名権を取得し、二千十八年一月一日から四年、 三ヶ月間の契約で野球場がカリシホテルズボールパークギノザドームがカリシホテルズボールパークギノザドームの故障を使用する運動公園の近接地には沖縄県立ギノザ高等学校があり公式野球部の日常の練習はこの尊栄球場でも行われている阪神はキャンプ中の練習試合などでホームチームとしてこの球場を使用する際三塁。3 ガワダックアウトを使用している。ABC 阪神キャンプ地の木野座球場、カリユシボールパークに、沖縄で企業の命名権取得が続く、理由沖縄タイムス2017年12月30日、キャンプ地移転当初、阪神は、キャンプ開始の2月1日から、同月中旬までの約2週間を第一次キャンプとして、木野座を拠点に日本ハムなどと練習試合を数試合行い、 その後秋に移動して2月中旬からキャンプ終了までを第2次キャンプとして実施していた。現在では第2次キャンプは廃止され、ギノザでそのままキャンプを終了させている。ABCD トラ、西岡の中堅コンバートを後押し、5億円でギノザ村野球場を大改修、サンスポー、コム2014年12月4日エビー神、身、カリウシホテルズボールパークギノザの新施設を公開。 サンスポー、コム2019年1月17日、新ギノザ球場が完成キャンプ地見学スペース拡大、ファンも嬉しい回収でリースポーツオンライン2019年1月17日、カリ氏が、命名権取得ギノザ球場、ドーム琉球新報2017年12月29日、阪神のギノザキャンプ施設、カリ氏が、命名権取得日刊スポーツ2017年12月29日、 ありがとうございます。